はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は愛知県豊川市の河口にやってまいりました。その河口から少し北に上がったところに釣竿を構えました。まずメガバスさんのメガドッグ220というルアーをベイトタックルで投げます。使っているタックルはロッドはシマノさんのスコーピオン 1787R2 というものです。リールはシマノさんのアンタレス DCMD 右巻きですね。ハイギアを使っております。そしてラインはダイワさんの4本寄りですね。こちらを3号の PE ラインを使っております。ショックリーダーはバリバスさんのナイロン40ポンドを使っております。スナップは鉄腕スナップを使っております。ねえねえまさふみ、このロッドって何グラムぐらいまで投げれるの？このスコーピオン1787は200グラムぐらいまでのルアーを投げれるんだよ。普通にすごいじゃん。そうだけどね、そんなに重い竿じゃないんだよ。ちょっと硬いけど操作性は悪くなくて、ガイドも広く取ってあるので大きな結び目のラインも全然ね、ガイドに引っかかることなく放出できるので、よく考えられたあのコスパのいいロッドだと思います。そうなんだ。ルアー変えるの？そう、ルアー変えます。ちょっとね、重たいので、あまりに重たいので投げ続けることがねちょっとできなくて、次は何にしようかな。ジョイクロ行こう。ジョイクロ。そうだね、ジョイクロ行きましょう。ガンクラフトジョインテッドクロー178、これはフローティングモデルです。シンキングモデルだと潜りすぎちゃって、メガカリしちゃうとね、心折れちゃうので、フローティングを愛用してます。ジョイクロ178は重いの？それがさっきのメガドック220よりも半分近く軽いんですよ。さあ、投げます。シルエット出てます。投げました。着水。さあ、出てこればいいんですけどね。なかなかそういうわけにはいかないですけど。もうここまで来るとね、筋トレの状態ですね。まだジョイクロはいいんですけどね、先ほどのメガドックあたりぐらいを何時間もね、投げ続けてると、さすがにね、腕がパンパンになります。しかもですね、ここはオープンエリアなので、フルキャストなんですよね。さてさて、ジョイクロの178の動きがですね、生めかしいのをご覧いただけていると思います。くねくねとね、唯一無二の動きをする
このジョイクロ178。すごくね、おすすめです。ビッグベイト初心者の僕でも、軽くですね、扱えるというね、素晴らしいルアーだと思います。Pラインって、3号って言ってたけど、それでいいの？はい。リーダーはね、40ポンドで問題ないと思うんですけど、B ラインはできれば3号以上がいいと思うんですよね。だけど、僕の場合はやっぱ飛距離がどうしてもですね、初心者なので、そんなに飛距離が出ないので、なるべく抵抗の少ない細めのですね、B ラインをね、選択しているところでございます。上級、中級者、上級者の方はですね、4号とか5号とかでも全然いいと思うんですよね。ただ、この場合はなかなか飛ばないので、まあ、高切れをですね、心配してたら、このビッグベイトの釣りっていうのは楽しめないので、もうそこのところはね、十分留意して投げるとして、できるだけ細い糸でですね、チャレンジするようにしています。バックラッシュもですね、ほとんどしないので、このリールのおかげで、バックラッシュそのものがですね、しづらい感じになってます。で、投げ方さえね、気をつけてれば大丈夫でした。今回はですね、このあたりで失礼いたします。